筆頭家老の桂民部に、こっぴどく叱られた佐藤戸は、江戸の書家、須戸馬太衛門の、門人となって書を学び、ほどなく、濃筆となったのでございます。これくらい上達すれば、もう、恥ずかしくないぞ。お父上と松子に、文を出して驚かせてやろう。筆頭家老の桂民部殿、発祥院殿様のご歓喜に接し、お暇を賜りしところ、本当の、式部様のご体調、必ずしも芳しからず、ご赦免の趣ありて、再びご出仕のこと、これあり。さては過日、9月18日、式部様、江戸城へご途上を遊ばし、公方様にご拝謁のよし、太刀、馬台、金十枚、綿百羽を献じ、ご家督を、社子奉り候。ご先代、発祥院殿様遺物、備前長儀、刀白付、金、15枚を献ず、この際、5万石並みの扱いをいただき、ご家老、桂民部堂の、神村将元殿に、公方様へのご拝謁をお許しあり。桂民部殿、神村将元殿、共に、大層なるお喜びのよし、式部様のご知性、明るきことと、家中の皆、喜び申し候。お父上様、江戸の旦那様から、文が届きました。なんと、あの筆武将が、文をよこしてきたじゃと。なんぞ江戸にて、大事が起きたんかも、知れんのを。どれ、これへ、持ってきてみんさい。はい、これでございます。なんじゃこりゃ、誰ぞに、代筆を頼んだんかいの。こりゃ、あれの手による、字じゃわなわで。あれ、ほんまに、字が、違うちょりますね。顔は、左衛門のもので、違いがないがのう、英字が書いちゃる。そうですね、この文には、何が書いちゃるのか、読めますものね。まったく、文くらい、自分で書けち言うて聞かせなならんな。歌人に、書の上達を、全く理解してもらえない、サトンドでござった。元禄3年、1690年、5月15日のことでござる。周防の国、徳山藩二代藩主、毛利元方が、江戸の三田にあった、徳山藩、藩邸において病を発し、極めて重篤な状態に陥った。江戸に在府中であった、調布藩主、毛利綱元と、清末藩主、毛利元平、元方の姉婿で、岸和田藩分家の岡部高成らが、次期、徳山藩主について相談をした。影ゆよ、次の藩主は、我が次男、幸之助を立てることと、決してよいな。お待ちください。発祥院殿様のご子息は、もう一人おられます。ああ、臣下に下った、招福の者のことか。よいか影湯、日向守殿は、前年帰国の際、幕府に当分養子として、幸之助を届けておる。幸之助に、日向守殿の後を継がせるが、至極当然であろう、幕閣も、そのようにお心得であろうよ。すでに、永井和江殿は、日向守様の、ご養子となられております。日向守様に、万が一のことあらば、永井殿が継がれるが、筋と心得ます。影湯、一度、親戚に降下した者を藩主とするのは、いかがなものであろうか。そなたら、
これまでは同輩として参ったのに、たちまち、御主君として、頭を下げることができるのかな。それならば、何の憂いもない、幸之助殿こそ、次期藩主にふさわしかろうぞ。しかし、そうなれば、法相院殿様の落ち筋が、徳山毛利家のご嫡流から、絶えてしまいまする。それは仕方のないこと。永井和恵の養子にしても、幕府へ届け出ておらぬのなら、お認めいただけるかわからぬであろう。さぬきの神殿は、まことに十六かな、至極まっとうなことを、申されておる。とにかくじゃ、長府と、清末の意向としては、そのように心得よ。さて、厄介なことになってしもうたな。貝の神様は、どうあっても、幸之助様を、我らが家中に、押し込む腹積もりらしい。そのようなことになれば、法相院殿様のご血脈が、ご当主の家系から外れてしまう。それだけは、何としても避けねばならない、何としてもな。これは、萩本藩、頼組の、阿波屋目から聞いた話じゃがの。大目付、高木伊勢の神は、幕閣のご意向として、清末の讃岐の神様を、推しておったというのじゃ。それでは話が、ますますややこしくなるではないか。萩のご宗家では、どのようにお考えなのじゃ。お主は、何か聞いておるのか。ああ、聞いておる。ご家老衆も、法相院殿様の落ち筋を、重く見ておられる。影湯殿と、お主とわしの三人で、萩ご宗家のご家老衆と、置いてみるか。願ってもないことじゃ。影湯殿には、わしから話そう。お主は、国元の神楽殿へ、存念を伺ってくれ。心得た。この度は、お招きいただき、ありがとうございます。日向神様のご容体、極めて重篤にござれば。急ぎ、松御用紙を、どなたにお願いするか、決めねばなりません。我らとしては、日向神様のご実兄、永井和恵殿を、次期ご当主に推したいと、考えおる次第にて。ご宗家様の、ご支援を賜りますよう、恋願う次第にてございます。人に背を向けてこっちを向けんか。それが人に物を頼む態度かいな。悪気はございません。影湯殿は右向きのパターンしかないので、何卒ご容赦ください。くるっと裏返ったらええことじゃないか。裏返ったら襟が逆になって死に装束となるゆえ無理でござる。あのだ、お主もちょっと向こう向きじゃな。人に物を頼むときはじゃな。それがしのパターンもこれのみでござれば、悪気はございませんので、何とぞご容赦ください。あのな、悪気があっちゃいかんじゃろ。人に物を頼むときはじゃな。ご宗家様におかれましても、法相院殿様の落ち筋が大事とのお考え聞き及んでおります。おお、やっと、こっち向きのものが現れたか。いかにも、長門の神様におかれても、永井殿が、徳山のご家督を継がれることを、お望みでござる。それならば、ご宗家様から幕閣へ、永井殿の、お家継承のお働きかけを、
お願いできますか。それはええが、桂影湯の態度がのう、気に入らんのう。影湯が裏返ったら、考えちゃろう。影湯殿、お家のためでござるぞ。この通り、よろしく、お願い申し上げます。はい、わかった。この儀は、必ず長門の神様へ、ご進言申し上げる。吉報を待たれよ。殿、こちらにおられましたか。ヘドルス医薬、口場殿から、当薬、阿波や立脇殿への知らせでは、日向の神様のご容体、極めて悪しきご様子。過日、徳山藩江戸屋敷において、調布会の神様曰く、ご次男、幸之助殿を、次期徳山藩主に推すとのご発言これあり。前回、日向の神様が、江戸よりご帰国の際、幸之助殿を、当分養子として届け出たことを根拠に、その正当性をご主張なされたる由。調布会の神は、徳山を平丼するつもりか、天寿院殿様の血筋は、徳山にも残しておかねばなるまい。徳山の家老どもは、松子養子について、何と申しておるのじゃ。日向の神様のご実兄、永井和江殿をして、ご家督の継承を望みおるようし。確か、永井和江は、日向の神より、二つくらい年長ではなかったかな。兄を、養子とするのか。日向の神様が、寛文十年にお生まれですから、永井和江殿を、寛文十一年生まれとして届け出ます。うむ、そうせ。は、良いのままに。我が筆の上達を、お父上も松子も、信じてないようじゃな。殿の訃報と、新しき御主君のことを、知らせちゃろう。太陽院殿様の、ご葬儀、江戸において、滞りなく、取り行われ候。新たなご当主の、
州法においては、神楽将軍殿の異論ありしが、永井様に決し候。元禄3年8月10日、永井和恵様、江戸に御参府ありて、三代目のご当主に、お付きになられ候。8月15日、和恵様、江戸城にご登城ありて、公方様へご拝謁のよし。公方様へ、ご家督継承を謝したて祭り、御太刀一葉、お馬代、金十枚、御自服、豪賢治候。御台様へは、白銀十枚を献じ、お女中へも、五枚、三枚、二枚を献じ候。9月17日、和恵さんは、女を改められ候。12月26日、十五位の下に女子、飛騨の神に任じられ候。調布会の神様、ご次男、幸之助様を藩主におされしが、天智公の落ち筋に、重きを置かれし、萩御宗家のご意向にて、飛騨の神様が、ご家督に決した次第にてござ候。調布公、飛騨の神様が承服であるを理由に、家督継承をご否定になられ、神楽将軍殿もご同意なされたよし、故に、飛騨の神様、調布公に遺恨ありと、皆、噂し申し候。元禄3年、12月7日、夜、9つ前、午前0時の出来事でござる。日本海側の徳山藩領、名護の浦において、大火が起こり申し候。西風が強く、名護の浦の町は、残らず焼失す、お茶屋も焼け申し候。家の数、大小合わせて122軒が焼失。人馬などに別状はなかったが、夜中の火事に、強風が相まって、領民は、漁具や農具の避難が、できなかったのでござる。運よく避難し得た者も、盗まれたるよし、市中の蔵、12軒のうち、2軒が焼失せり、寒中聖母の、惨事なり。民部殿、ピエア、影湯、名護の浦の、大火の始末は、進んじょるのか、国元からの報告をいたせ。殿のお心を煩わせぬよう、国表において、神楽将軍殿が、万事、抜かりなく差配しておりますれば、ご安心ください。名護の浦の大火、寒中、聖母の惨事なれば、藩主になったばかりのわしが、捨ておくわけにはいかぬ。被害の状況を、つまびらかに報告させ、領民に手厚き方策を、速やかに藩士のうちから、不信させるのじゃ。江戸から、細かな指図は、本国ゆえ叶いませぬ、現地の代官と神楽殿に、お任せください。そうはいかぬぞ影湯、今までは、筆頭家老のその方と、神楽将軍の二人で、藩政を動かしておったが、本来は、藩主が行うのが藩の祭りごとじゃ。わしが藩主となったからには、これからの藩政は、わしが行う。殿のお心は、よくわかり申した。これを機に、それがしは、隠居いたします。なんじゃと、わしには、使えぬと申すのじゃな。
止めるなら今ですよ。これまで通り、それがしと神楽将軍に。反省はお任せあれ。ははは、よい、よう言うた、隠居の儀、差し許す。筆頭家老の影湯殿が、ご隠居なされるぞ。あとは、家老の阿波屋匠と話そうぞ。阿波屋匠は、おるか。はい、これに控えおります。桂影湯が隠居する。あとは、その方が引き継げ。それから、名護の裏の被害報告と、救済方策を、家中の者から出させよ。はい、直ちに取り行います。徳山藩は、120件の住居資材の見積もりを、柱、1163本、桁張り、1248本とし、牛屋、馬屋、33軒の復旧に、柱、200本、桁張り、138本と算出し申した。また、ここをしのぐため、本幕省に各米一票、モルドには、各藩票を貸し与え候。総じて米、42国4等支給いたし候。その他、網道具、船道具の新調費用として、裏人に銀5貫目、農具の新調費として、銀600目、牛馬57匹の飼料代として、銀393文目3部を貸し付け申し候。この後、徳山藩は、三代藩主、元継子卯の治世になるのでございます。